はい、皆さんこんにちは、マタリクルビシです。では今回は SD ガンダムジェネレーションクリプス戦記、ゼータガンダム編になります、スーパーファミコンのソフト、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。前回はご覧のようにですね、ダカールの日ブレックス准将が殺害されて、クワトロが、シャーだと名乗り出て議会で演説を行ったダカールの日というエピソード、ここをクリアしました。今回その続きになります。早速プレイの方始めていきましょう。今回のステージは、おそらくこれが最後のステージだと思うんですけども、宇宙世紀0087、12月などか、ティターンズはコロニーレーザーに点火し、サイド2、18番地を壊滅させる。ティターンズの危険性を阻止するべく、エウは旧アオバー空であるゼダンの燃え総攻撃を開始。後に言うメールストローム作戦の発動である。ゼダンの門に対しては、ハマーンのアクシズをぶつけましたよね。で、グリプス2、いわゆるコロニーレーザーに関しては、渦巻きのように、包囲をして、コロニーレーザーを奪うという、その作戦がメールストローム作戦になりますね。では、早速ステージ5、グリプスの点火、プレイをしていきたいと思います。今コロニーレーザーが撃たれて、まとまった部隊が壊滅しましたけど、今回のマップはなかなか強力だな。まずここにいるのがジュピトリスですね。ジオと、これはパラスアテネかな、入ってますね。で、ここにいるのがドコスギアかな。そうですね。ハンブラビ、入ってますね。で、ここにはアレキサンドリアクラスかな。そうですね、アレキサンドリア。ここにハイザクとマラサイがこんだけの数配備されてますね。このマップは少し時間がかかりそうだ。それとネモ部隊ですね。このネモ部隊をうまく使って戦うことになるのかなと思います。では、出撃をしていきましょう。今回もアーガマーが1、ラーディッシュが2という編成で、僕のね、ユニットとしては出していきたいと思います。アーガマーの中には最強モビルスーツ、サイコガンダム入れてあります。ジオとの戦いもね、これで制していければいいかなというところですね。まずはこのアレキサンドリア撃沈して、一隻ずつ周りにいるモビルスーツを潰していくのは厄介なので、アレキサンドリアをサチュワヌで撃沈していきましょう。で、周りのモビルスーツは回収するなり、破壊するなりして、ちょっとでもね、効率化を図っていきましょう。ブレックス准将が、殺されてしまう、暗殺されてしまう、ダカールなんですけども、ブレックス准将と相対するのが、いわゆるジャミトムになっちゃいましたね。ジャミトフハイマンだと思うんですけど、ジャミトフの階級は大将なんですよね。大将と、ブレックスは准将なので、准将ってだいぶ差がありますよね。何かの資料か、ウィキペディアかで見ましたけども、ジャミトフは、一年戦争の時ですでに、階級的には、准将だったと。で、准将である、ブレックスと大将であるジャミトフが、この相対するというかライバル関係にあるというか、それもなんかちょっとね、構図的には微妙かなって個人的には思うんですよね。ジャミトフが大将であれば、せめて中将、最低でも少将ぐらいじゃないと、敵対するものとしてはなかなかちょっと釣り合いにくいのかななんてね、個人的には思うんですけどね。そういう意味で言うと、逆シャアの時のシャアは、大佐、階級的には大佐のままだったと思うんですけど、あれはもう位置づけ的にはね、総帥ですからね。大佐っていうのはあくまでも相性というか、そういうものなのかなと思うんですけどね。さて、では、この、まずはアレキサンドリアですね。これを沈めていきましょう。ガダフィー大佐みたいなもんですかね。ガダフィー大佐もね、
まあ、一国の指導者で、その割に大佐ってちょっと階級低くないかっていうのと、シャアが大佐だったっていうのは同じ意味合いで、まあ相性みたいなもんなのかなって思うんですけどね。まずはアレキサンドリア1隻目、こんだけの数のネモを使いましたけども、撃沈に成功してます。このネモたちは、この後も壁となってもらいましょう。で、ちなみにアレキサンドリア格納庫に余裕があるみたいなので、この後こいつら回収されちゃうな。それはそれでちょっと厄介ですけどね。まあ、そういう意味で言うと、このアイザック、マラサイを潰しておくというのも一つの手かもしれません。まあ、ただ、ここはね、アレキサンドリアの撃沈を優先します。さあ、一旦目こちらの攻撃を終えて、アレキサンドリア、一隻撃沈してますね。まあ、劇中ではアレキサンドリアは一隻しか出てこないんですけども、アレキサンドリア級と読み替えて、これを一隻撃沈してます。まあ、ちなみにアレキサンドリアは、その一隻で、機動艦隊の作戦能力を有する、能力を持たせるということでね、設計された、まあ、戦艦で、まあ、サラミス階級であれば、まあ、4隻相当の作戦能力を持つ戦艦という位置づけになっていたと思います。まあ、そのね、アレキサンドリア級ですけども、これが4隻前方に展開して、さらにドコスギア、ジュピトリスというね、強力な船がまだ後方に控えている状態です。ただこの後我々もですね、ゼータガンダム、さらにはサイコガンダム、前線に投入して、これらのね、部隊を排除していきましょう。画面上にもちょうど今、マップに映ってますけど、ゼダンの門、まあ、旧ア・バーワクーに、アクシズが激突してますね。劇中ではね、アクシズが激突するので、ティターンズので各部隊が、ゼダンの門から脱出しようとするのをね、エウーゴの艦隊が、まあ、モグラ叩きみたいな形で、叩いていたっていうのがね、劇中で作戦としてあったと思うんですけども、まさに今、ティターンズの艦隊、これが前面に展開している状態です。このネモもよく頑張るな、ヒットポイント130でね。はい。アレキサンドリア3隻目撃沈ですね。ネモ隊が頑張ってくれて3隻目撃沈です。ただ、状況あまり良くなくてですね、ドコスギア、ジュピトリスが前線に到着しつつあるという状況になってきてます。なので、これを一刻も早く、数を減らしていく対応が必要かなというふうに思ってますね。あまりにも数が多いので、敵の数を減らしていきましょう。で、敵に関しては白旗上げてるものはもう回収していきます。回収して敵の数を減らしましょう。で、またアレキサンドリアを付け狙います。残り1隻のアレキサンドリアもですね、だいぶダメージ、重ねています。これであればおそらくですね、モビルスーツ隊を収容して撤退すると思うので、あえて撤退させて腹の中にモビルスーツを積んだ状態で撃沈をしていきたいかなというふうに思います。なので、ここは無理押しはせずに、このまま進んでいきましょう。モビルスーツ隊、こちらもね、展開しておきます。次のターンで確実にアレキサンドリア1隻、これを撃沈したいので、そのための準備をしておきましょう。まずはアーガマですが、これももう前に出して、モビルスーツ隊を出しましょう。敵を撤退させない。後ろには下がらせないっていうね、そういう状況を作ってアレキサンドリアの腹の中でモビルスーツごと沈んでもらいたい。ラーディッシュも前に進めておきます。モビルスーツ隊も出します。できればドコスギアもね、次のターンでサイコガンダムがうまくはまってくれればそこで倒しちゃいたいなというふうには思いますね。
なので、まずはどうだろう、ビームライフルの射程に届くのであればドゴスギアに一発当ててみますか。ドゴスギアなんでどうなんだろうな。3万6000ヒートポイント高いですね。さすがにクリティカルヒットが入って7000で、ドゴスギアから大型メガ粒子砲、これ食らってどれくらい、4000、ゼータガンダムで4000か。ネモクラスだと一撃死する可能性がありそうですね。メタスもちょっと今回攻撃は控えて前にだけ出ておきましょう。ジュピトリスからジオとパラスアテネが出ましたね。なんでジュピトリスも早々に撃沈をしておきたいですが、順番としてはドゴスギア、アレキサンドリアが最初で次にドゴスギアという順番はしっかり意識して、ダメージを削っていきましょうか。でアレキサンドリア読み通りモビルスーツ隊を収容して撤退に入りますが、撤退ルートにはすでにアーガマーラーディッシュ隊が先回りしておいたんで、これを使ってうまくアレキサンドリアを足止めできてるかなっていう状態ですね。でドコスギアンからもハンブラビとガルバルディですかね、出てますね。ちょっと不気味なのがコロニーレーザーなんですけど、コロニーレーザーが万々が一撃たれるっていうことがあると、もしかしたらまとめて消し去られる可能性があるので、密集しすぎるのもちょっと怖いかなって感じがしますよね。それとも敵味方入り乱れた乱戦状態なので、コンピューターの方もここはコロニーレーザー撃ってこないとかね、あればいいんですけどね、ちょっとそこは不安にちょっと感じてはいます。では目論見通りですね、アレキサンドリア腹の中にモビルスーツを積んだまま撃破できそうですね。しかもネモ隊が片付けてくれたので、アーガマ隊ラーディッシュ隊がだいぶ助かってます。ラーディッシュなんかは劇中ではね、エマさんをかばって偏見艦長丸ごと死亡しますけどね、ここではうまく立ち回ってくれてますね。ではサイコガンダムを使って今度はドコスギアを撃沈していきましょう。ドコスギア残り2万8000、さすがにクリティカルが出てもドコスギア一撃は無理かな。サイコガンダムのありなしで本当に攻略の難易度めちゃくちゃ変わってはきますけど、7000、減らしが7000ですね。サイコガンダムの圧倒的な装甲と圧倒的な攻撃力、これでだいぶ助かってますね。ではここからドコスギアを優先的に攻撃していきます。アーガマーもドコスギアを撃ちましょう。ドコスギアもここで撃沈はしないでおいて、腹の中にモビルスーツを収納させてから撃沈しましょう。それなんか効率が圧倒的にいいですからね。レベルを上げたりする場合にはね、周りのモビルスーツを確実に排除して、そこから経験値を得ていくっていうのもね、手段として有効だと思うんですけども、もうこれ最終ステージですし、ゼータガンダムを、そして、サイコガンダムもね、この次っていう、レベルを上げたこの次っていうものがないので、効率よくですね、ドコスギアごと敵のモビルスーツをまとめて仕留めましょう。これもしドコスギア先に沈めちゃうと、ジュピトリスの中にモビルスーツを収納されてしまって、再出撃されてしまうと思うんですけど、ドコスギアの中にモビルスーツを入れて、その状態でドコスギアを撃沈すれば、モビルスーツごと撃沈できるんで、これはね、効率化っていう意味ではすごく有効だと思っています。さあ、ジオですね。ここはマーク2で回避できるかな。ジュピトリスで開発された、シロッコ専用機のジオですけど、そもそもジュピトリスって戦闘艦じゃないですもんね、きっとね。あくまでも、この惑星艦というか、恒星艦というか、星と星の間を航行する船だと思うんで、戦闘力はそれほどなさそうなんですけど、その分ヒットポイントがむちゃくちゃありますね。
ジュピトリスからはジオとパラスアテネが出ています。まあさすがにボリの奥様とかはいないですね。サラが乗っていた。まあそういうのはこの後出てくるGジェネシリーズとかね、あるいはギレンの野望シリーズとかに、まあ引き継がれていくというかね、改良されて出てくるようになるんだと思うんですけど、まあ、これはこれで SD ガンダムジェネレーションシリーズはシンプルなんで、まあ、プレイのとっつきやすさは一番かもしれないですね。さあ予想通りハンブラビとガルバルディを収納してドコスギアがおそらく逃げていくと思うので、これを追って撃ちましょう。むちゃくちゃすごい距離逃げるな。これはちょっと追いつけないかもしれない。このターンで沈めたいですけどね。追いつけるかどうかだな。いや、距離がありすぎる。これは届かないぞ。どうやっても。となると、ドコスギアが多分3000ぐらい回復されてしまうと思うんですけど、まあ、これはもうしょうがないと割り切ってですね、ジュピトルスの攻撃隊と、あと、次のターンでドコスギアを沈める部隊とでちょっと分けましょう。まずは、そういうわけで、ジュピトリスの攻撃にシフトしていきます。最高ガンダムが、ジュピトリスに、早めが粒子砲。エネルギーの消耗がむちゃくちゃ激しいので、次のターンではもうちょっとこの最高ガンダムは一度、アーガマに戻して、エネルギーを補充する必要がありそうですね。もう一発は撃てないかな。そう。最高ガンダムアイフィールドを持ってるんでね。ジュピトリスのメガ粒子砲は防げるっていうね。いや、もう最強だよね、本当に。では、ネモ隊で。いやー、ネモ隊でって言ってみたものの、届かないな。本当に届かない。かといって、ゼータも届かないからね。このままだとドコスギアを逃がすことになるな。それは避けたいけど。まあ、ネモ隊を派遣しましょう。で、サイコガンダムもそっちの方向へと、ちょっと動かしてですね、エネルギーの持つ限り、いいドコスギアを狙ってもらえますか。まさかあそこまで足が長いと思わなかったな。まあ、さすがはドコスギアといったところですね。サチワヌだとこれしか動けないですからね。それに対してドコスギアはこの距離一気にすっ飛ばしましたからね。まあ、ただそうなってしまった以上もうしょうがないので、ここは確実にジュピトリスを倒していきましょう。ラーディッシュとアーガマーも砲撃戦、まあ、艦隊戦ですね。いわゆる艦隊戦を挑んでジュピトリス削っていきたいと思います。でジュピトリスも撤退に追い込めれば撤退に追い込んだでいいので、次のターンでね、ジオとパラスアテネを腹の中に積んだまま沈めるという作戦構想。うーわ、ゼーターが撃沈された。クリティカルヒットですね。ゼータガンダムは2機あるんで、まあ、まあ、いいとは言わないですけど、まあ、しょうがないという感じかな。こっちにもゼータいますからね。このガンダムジェネレーションシリーズの中ではまだ機体制限、機数制限みたいなものはないですね。ギレンの野望とかになってくると、後半のシリーズになるとね、まあ、専用機、まあ、例えばシャアのサザビーとかね、アムラが乗ったニューガンダムとかいうのは機数制限1機とか、まあ、そうじゃなくてもものによっては10機とか20機とかっていう形で機体数制限が設けられるようになりましたけど、この時にはまだないんで、そういう制度が。強機体を作りたければいくらでもコストが続く限りは作れるっていう、そういう仕様になってます。ではラーディッシュとジュピトリス打ち合って、アーガマとジュピトリス打ち合って、この先で少しジュピトリスのヒットポイントを削っていきたいと思います。
ではジュピトリスもジオとパラサテネ積んで撤退始めましたので、ここからはドコスギアを追う部隊とジュピトリスを追う部隊に分けて、確実に2隻とも撃沈しましょう。でちょっと気になるのがコロニーレーザーが動き始めましたね。グリブスが動き始めたのでこれも気になります。コロニーレーザーを接射されると死亡する可能性が極めて高いので、ちょっとそうならないようにね、気をつけましょうね。いやだいぶ回復してきてんな。ドコスギアをせっかくね、ダメージ与えておいたんですけど、回復されてきてるんで、ここは5000。ガンダムマーク2がやられそうだ。ガンダムマーク2もね、結局最後まで戦い抜いてくれましたけどね、劇中では。じゃあここネモ隊を出しましょう。まあ、次のターンでネモ隊で総攻撃をかけて、このドコスギアをネモの手によって沈めましょうか。早めが粒子をもう一発なら撃てるな。これで最後ガンダムでジュピトリスのエネルギーをドカッと削ってもらいましょう。当たれよ。よし。暗礁宙域に逃げ込まれてますからね、今ね。これを追ってって仕留めないといけないっていうね、そういうフェーズですね。はい、これでジュピトリス撃沈できない。156残し。まあ、劇中ではシャアの百式はシロッコのジオに、まあ、歯が立たないというかね、まあ、キュベレーと2対1という状況もあったと思うんですけども、足を切られたりとかしたと思うんですけど、ここではね156までシロッコの上官ジュピトリスを削ってますね。ここで終わらせたいけどな。どうだろうな。最後リックディアスでもいいから仕留めてほしいけど、まだこっちにはメータースとゼータが残ってるので、まだまだ仕留めるチャンスはあるんですが、暗礁宙域にいるっていうことと、よし削りましたね。回避されるとどうかなと思いましたが、ジュピトリスはジオ、パラスアテネを腹の中に積んだまま撃沈に成功してます。ではゼータはこの後ですね、ウェブライダー形態に変形して次のターンでドコスギアを仕留めにかかりましょう。さてちょっとメタス含めて味方の部隊が敵の本拠地に近づいてしまって敵を刺激してしまいましたかね。バウンドドックが攻撃を仕掛けてきています。敵の本拠地近くにいるのは1機は1隻って言ったらいいのかな、1隻はロンバルディアでしたね。で、あとバーザム、バウンドドックがいるこの部隊。まあ、最後、どうなんだろう。バウンドドックにはね、ジェリドが乗ってましたけどね、最後はね。いやー、ここでバウンドドック相手にするのか、できれば、ドコスギアに集中したかったですけどね。ロンバルディア、ドコスギア、2隻をちょっと相手にしなきゃいけなくなってしまいましたね。まあ、ただ、先にやっぱり、ドコスギアの方を沈めていきたいと思います。さあドコスギアを3000まで削ってきました。まあ、不沈艦と思われたドコスギアもここまで削ってきましたね。まあ、劇中では確かレコアさんのパラスアテネかなんかにね撃沈された描写があったと思うんですけど、ここはサチワド二連装砲 37% の確率で命中。これが当たれば落とせる。37% 当たった。これで撃沈ですね。ドコスギアを排除しました。残されたのがロンバルディアですね。じゃあこれも削りを始めていきましょう。気になるコロニーレーザーちょっと見てみますか。45000。これも削らなきゃいけないのかな。バウンドドック14000。いや、強いですね。ロンバルディアが21000ですね。
サイコガンダムは一度収納したかったけど、収納できる距離にないか。であれば、先行して、メガ粒子砲を当てていきましょう。ロンバルディア相手に、ビーム砲で、いきなり6000以上削ってくれましたね。さすがだな。目標は、ロンバルディアと見定めて、モビルスーツ隊を展開しましょう。ネモ部隊にね、ロンバルディアを削っていってもらいましょう。ゼータも動かしていきます。もう目標はただ一つ、もう細かいのには構わず、ロンバルディアに見定めて、ロンバルディアの撃沈だけを目標にしていきましょう。バーザムとかバウンドドッグとか、もうそのあたりはね、後回しにします。コロニーレーザーはさすがに収納はしないよね。核能力はないよね。ないですね。なので、まあ仮にコロニーレーザーを残したらダメよっていう制約があったとしても、大丈夫かなと思いますので、目標ロンバルディアと決めて戦っていきましょう。何？コロニーレーザー撃ってきた。百式トラーディッシュが射程圏内にいるな。これ次のターンであそこに撃ってくるってことですよね。ちょっと今の位置はちゃんと確認しておきましょう。あそこにモビルスーツなり戦艦なり置いとくと大損害をこう撃ってしまうっていう、ところですからね。さあ、ではコロニーレーザーを撃たれる前に蹴りをつけていきましょう。まあ、何としても残された一隻ロンバルディアを沈めて敵の戦力をね、無力化していきましょう。ラーディッシュからロンバルディアに艦隊戦です。主砲同士の打ち合い、これで3960まで削った。これで残り、まあ、3400であれば削れるかな。まあ、ただ残念なことに、サイコガンダムはね、ちょっと使えないというか、エネルギー不足なので、サイコガンダムはもう収納して回復しちゃいましょう。で、地道に、この、ロンバルディアを一気、倒していきます。防御すると思うので、ちょっとね、時間はかかると思うんですけども、このターンで、できれば、沈めたい。百式47%。よし、当たる。ここもゼータガンダムで、とどめをさせればいいかな。これかわされちゃうとね、ちょっと近くにもうモビルスーツが取り付けるのが数が少ないので、厳しいかな、というところですが、ロンバルディア、無事に撃沈です。これで全部白旗。ゼータガンダムもエースになりましたね。やっぱりなんだ？これを見る限り、このコロニーレーザーは始末しなきゃいけないんだな。じゃあコロニーレーザーを始末していきましょうか。コロニーレーザーもね、撃ってくる射程の中に入らないようにだけ気をつけながらちまちま削っていきます。コロニーレーザーから反撃を受けることもないので、もうここは本当に作業ですね。ただただ削るという作業。もうコロニーレーザーで本拠地も撃たれるんだな。本拠地の周りのガードも撃破されましたね、今ね。やるな、コロニーレーザー。ただコロニーレーザー一発撃ったらすぐ正射はできないと思うので、まあその間にね、残りのヒットポイントを削って攻略を完了させたいと思います。結構ね、このコロニーレーザーが機敏なんですよね、動きが。なのでこちらの攻撃を
それなりの率でかわしてくるんですけど、まあ、実際にはコロニーレーザーって、もうコロニーなんで、まあ、回避も何もないと思うんですけど、ここではコロニーレーザー機敏に回避してくるので、こちらも数を打って、攻撃をね、仕掛けていっていますけど、それでももう残り3000、7600まで削りましたね。これで、このターンでコロニーレーザーも破壊できるかな。残り1400。じゃあ最後これ誰で仕留めるかだな。やっぱりゼータガンダムですかね。ゼータガンダムが、ビームサーベル格闘戦で、とどめを刺しましょう。いやー、SD ガンダムジェネレーション、グリップ戦記、ゼータガンダム編も長かったなぁ。ただ、サイコガンダムがあったおかげで、多少効率化できたっていうのは大きかったですね。サイコガンダムなかったらもっときつかったと思う。これで敵のユニット壊滅です。まあ、だいぶ今回はね、敵のユニットも捕獲できましたね。はい、ステージクリアになります。ではこの次はですね、 SD ガンダムジェネレーションアクシズ戦記ということで、ダブルゼータ編に進んでいきたいと思います。まあ、ダブルゼータはね、もうゼータガンダムの重厚なストーリーいいから、まあ、ちょっと一変というかね、またテイストがだいぶ、なんていうのかな、アニメテイストというかギャグテイストというか、そっちの方に変わっちゃったので、好き嫌いがはっきり分かれる、作品になってるのかなと思うんですけど、個人的にはですね、モビルスーツの種類が結構多かったりするんで、嫌いではないんですけどね、やっぱりゼータガンダムとかに比べるとちょっと、まあ、ギャグ要素が強いというかね、そういった要素が出てくるのかなと思います。では次回はですね、ダブルゼータガンダム編プレイをしていきたいと思います。